サラ・ウルタド・マルティンは、スペインの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、キリル・ハリビン、アドリア・ディアス。2014年ソチオリンピック2018年ピョンチャン、オリンピックスペイン代表。スペイン選手権、優勝6回。シングルスケーターとして、キャリアをスタートさせる。2008年に、リヨンでのトライアウトにて、アドリア・ディアスとカップルを結成。ジュニアグランプリに出場し、 スペインで国際スケート連盟の競技会に出場した初めてのアイスダンス選手となった。また、スペイン選手権でもアイスダンス種目が行われ優勝した。2009から2010シーズンからはジュニアグランプリで2大会に出場。さらにババリアンオープンのジュニアクラスで優勝し、国際競技会で初の金メダルを獲得した。2010から2011シーズンは 欧州選手権や世界選手権にも出場した。前年ジュニアクラスで優勝したババリアンオープンではシニアで3位となった。2011から2012シーズンから完全にシニアクラスに移行し、グランプリシリーズのエリック・ボン・パール杯に出場。12月に拠点をカナダのモントリオールに移し、2006年及び2007年世界選手権、アイスダンス銀メダリストのパトリス・ローゾン。 マリー・フランス・デュブレイ夫妻にコーチを変更した。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイで8位となり、ソチオリンピックの出場枠争いの最後の1枠に滑り込んだ。欧州選手権では10位に入り、アイスダンスの出場枠を初めて2枠に増やした。オリンピックは、スペインのアイスダンス選手として、初めて出場し13位に入った。 2014から2015シーズン、リヨンから移籍してきた、ロマン・アグノエルを新たに、コーチングチームに加えた。欧州選手権では5位、世界選手権では14位となった。2015年10月16日、ディアスとのカップル解消を発表した。2016年9月21日、ロシア人のキリル・ハリャビンとのカップル結成が、正式発表された。ハリャビンのコーチである、 アレクサンドル・ズーリンに指示し、練習拠点をモスクワに移す。2011年欧州選手権でのウルタドとディアス。ありがとうございます。